ブロールもう一個デッキを作ってみました。それが、オブニックシリスでサクリファイス型にしたんですけど、こういう金床とか入れて、このギックスかブレイズかってのがまあ唯一と言っていいぐらいかな、悩みどころとしてはある感じ。今回はこのギックスの方でいきます。ワンチャンブレイズの方が強い説はあるかな。やっていきます。まあ2000ぐらいこれもやっていけたらいいかなって思います。まあ強いと思うんだよねこれ系は。マナも軽いし、まあブロール環境よくわかんないけど、まあ早めにクリーチャーとかが並ぶのは基本強いイメージがある。相手はおおなんだっけ、6個ね。これがいたからサクリファイス型にしたまである。6個ね、2,3 で動ければ、2,3で動ければね。ほい、6個か、コンボかな。何をしてくるかによるか。これから赤が来たら赤で出しとった方が次安全にサクリファイスできたかな。これ除去られない、なるほど。アタック、展開してもいいけどな。出すか。でもおい、強すぎ。この安定してオブが出せるのすごいな。手札1枚多いって状態だから、そのクリーチャーがないとかっていう状況がほとんどないから、それで出せるんだよね。すごい強い。普通のデッキだとこの手札にオブがないとダメだし、かつこういうサクリファイスのクリーチャーもないし、ないといけないし、除去も多いし。なるほど、横並びなのかな。これ何かするようには見えないけどな。はいはいはい、残り1。おお、残り2。火力かな。わっか。はい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 、どうしたらいいかな。12で出しとくか、2面展開しとくのが無難は無難。ほいほい、土地捨て、いいね。土地欲しい。栄冠城伸ばしてきたな。 X 結構高めに取りたいんかな。コンバットステップ、はい、殴り毒、これで一除去あったら嫌なのか。サクリファイスで上がっていく、いいね。なんか
あんこコモンか。なんか普通のデッキ構築でも使えそうだけどな、このこいつは特に金床デッキとかで入ってきそう。横並びしてくるか。これ打って回すか。不在。コマンダーゾーン。まあなんかオブっぽくはなくなってきたな、もう。こいつは除去。これは相手にしてたら負けるから。置くかどうかで悩む。なるほど。これワンチャンこっち説か。はい。殴る。回すか。回しとった方が1点多く入ったけど。土地。土地が来ないよと。おお、相手伸ばしたな、土地。6マナ。それは、どっちが良かったんだろう。それは、諸説ありそう。はあ。諸説あるとは思うけど、流してた方が強かったような気もするかな。どうせこれで2体展開できるわけでしょ。ちょっと、え、あ、これでね。冬サーチプットイントゥザバトルフィールドでしょ。うん、サーチ3マナで革命的なクリーチャーがここいるんかな。こいつは除去しとくか。粗暴な聖戦士とかかな。こいつは取りたいはず。ああ、粗暴な聖戦士っぽいと思ってる、勝手に。4。何がいる。4ミュレルとか。何、ああ、ジェットミア、なるほど。なるほど。じゃあ、ジェットミアでいいけどな、統率者は。パンチ？はい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 。やばいね。全体で？サブロック18、19、20。はあ。はい。え、これ起動、なんか起動できんの。 Search your library for card put into your hand 全シャッフル Active on 5 armor creature die this turn。 なるほど、サーチができる。何をサーチするかだな。除去か。まあ単純に除去でいいか。ちょっと土地とか持ってきても弱いだけだしな。はい。
なるほど。はい。よっと。ジェットミアは強かったな、確かに。はい。4点。はい。1点食らう。なんか呪言とかあったら嫌だから、ここで倒しとくか。はい。あ、で今のでサーチできたんか。うーわ、知らない、こいつの能力難しすぎ。もう一枚だから土地を持ってきとったら、こいつサクってオブで奥義ができたんだよね。うーわマジか、土地持ってくればよかったな。ミスミス。次土地、土地引いてサクって奥義一番簡単。3点、2点ゲインかな。土地、土地ください。2点ゲインね。はい、どうぞ。土地、土地持ってくればよかった。どうせブロックしないもんね。やるか。ちょっとこいつはまずいよ。22、とりあえず2面展開で即死はないはず。はい、残り2。はい、二面展開。これで負けたらしゃあなしだよね、火力で。赤あるからライトニングストライクとか。あ、土地伸びるな相手やけに。ありうるんだけど、即打ってこないってことは土地、あの火力じゃないと思う。あとは殴るかどうか。殴ったら2点ゲイン。かな？あるいはこれを5プラス2でキャストして2の何かを持ってくるかだけど、2の何かを持ってきたときに展開が多い。おお、これはじゃあ何もないのでは。はい、サスブロック、さすがに2点ゲイン。土地、土地が欲しい。さすがにもらわない。そうなのか。マジか、これ負けまであるぞ。あ、いたったった。相手がヘイスト、速攻クリーチャーを6個から持ってきたときに負けうる。ちょっとアタック早すぎたかな。じゃあ
数は減らしたい。でもこれこいつも倒れるよね多分。はい、ミスミス。これオブ出せてたらもっと早く終わってたから、あそこ土地を持ってくるべきだったわ。いやー、どんまいどんまい。次行こう。結構ブロールやってるな。人気なのかな。あんまりこの統計では出てこなかったけど、ヒストリックとアルケミーとエクスプローラーとスタンダードだけで、アリーナ上でどんぐらいプレイされてるんだろう。ブロールもヒストリックブロールも結構ヒストリックブロールはなんかヒストリックよりやられてるみたいなイメージはあるけどね。結構マッチが早いイメージ。ブロールは分かんないや。ブロールはそんな人気ない気はしてるけど、なんか先手で勝ってるまであるなこれ。ウィエ4点。リリアナ、サクリファイス。はい、なるほど。ヘンリカでもいい気はしてる。まあリリアナは自分の首絞めるだけでしょう。ここにオブニクシリスがいるのに。オブ舐めすぎですよ。この手札捨ててった時にオブニクシリスは結構強いから、まあ残しててもいいかなって感じ。おお、コマンダータワー。そういえばそんな土地があったね。シェオル、はい、ドロー。破滅、うーん、ヘンリカ、ヘンリカから行くか。これでサクリファイス。これトークン出してからだったらトークン削ってっていうことができたと思う。なんかいろいろミスがあるな。まあ急に作ったデッキだからそういうこともあるかなって感じ。まあ2戦やったしいいかな。3戦目はどうだろう。3戦目もやっとくか。まだ20分だし3戦目いきます。さっきの統率者なんだったっけ。でも全然覚えてないや。6個は覚えてるんだけど。クロタン、あ、ラタドラ、ラタドラピックじゃないですか。確かにラタドラピックは強そう。伝説のクリーチャー多いだろうからね。これで抜けたらいいかな。相手が最初のターンか。まあ2ターン目の動きをこれで抜けたら強い。
1段目から展開してきたら、あ、ちょっといろいろ考えたけど、まあじゃあ2段目の動きがあるでしょうと。はい、あざす。しかも結構いいカード抜けたな。これでなるほどね。殴る、ジャダー、ジャダーじゃない、なんだっけ、ジャダーなのか。でオブだね。はい、強い。やっぱオブいいんじゃない。なんかさっきハービーンとかっちゅうのを使ったけど、全然オブで戦っていける。うい、唯一の4マナ、ヘンリかね。なんかしてきても除去から展開ができる。これは誤報が2だから除去もできる。おお、輪っか。This isn't over. うい、じゃあヘンリカでドローしとくかな。黒、黒ないのか。一点食らって、ワンドロー、いいんじゃない。次変身、まあここまでにしますか。じゃあなんか最後の試合すごくし閉まらなかったけど、土地が引けなかったのかな。あ、でも展開できるものはあんのか。でも展開されてもトークンからサクリファイスができるってこと。まあなんか事故ったんだと思います。ってことでミッドウィークマジック2本目、オブニクシルスでした。いいデッキなんじゃないかな。まあみんなも結構いろんなデッキ使ってるようだし、自分でいろいろ組めちゃうんだろうな。これとかが本当は使ってみたいカードだよね。その統率者らしいっていうか、コンセプトっぽいカード。単に強いんじゃなくて、こういうのとかこれとかこれとかがなんからしさがある。それぞれそのカラーが出るみたいなデッキになるよね。そういうのも組んでみたかったですけど、まあ、今回はここまでで終わります。